2021年1月1日金曜日、時刻は午後2時を回りました。前橋、そして世界の皆さん、明けましておめでとうございます。さあ、元日のお昼はもう恒例となりました、おはよう前橋カラーの元旦特別番組、明けましてソウジャ神社カラー。さあ、スタートさせていただきます。今年も前橋市元ソウジャ町にありますソウジャ神社の境内からなんと生放送でお届けしていきます。この時間のお相手は私あーちゃんこと磯日彩香と、明けましておめでとうございます、目先のぞみがお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ソウジャ神社に私たち参りましたが、はい、風がとにかく強いですね。強い、すごい強いですね、うん、ですが毎年恒例皆さん参拝されてる、ね、ねえ、はい、すごい。あの、毎年この前橋シティ FM からは1月1日に生中継をしているんですけど、はい、今年も無事に始まりました。そうですね。そしてあーちゃん、はい、久しぶり。お久しぶりですじゃないよねこの間やりましたけどね、一緒にねそうなんです、あーちゃんは初めてのソウジャ神社中継となりますか。あ、そうですね、うん、この番組を担当するのは初めてなんですけど、うん、私あのアイドル活動もやってるので、はい、そうなんです、はい、じゃあその自己紹介もぜひ。さあ、ありがとうございます。あの群馬県のアイドルグループ赤城団というアイドルグループに入っていまして、そこで2014年に、うん、このソウジャ神社カラーにゲストとして、はい、出させていただいたので、すごい、今あの時、うん、自分が今逆にパーソナリティとしてやってるのだと思うと、ちょっと何年ね先何があるかわからないなって思いながら今やっています。すごい、そんなことがあったんだね。そうです、不思議。今こうしてはい、パーソナリティとして今日は中継を担当していただきます。お願いします。よろしくお願いします。私はあの昨年初めてこのソウジャ神社で中継をさせてもらって、今回が2回目なんですけど、はいはい、もうやっぱりなんかここに来たら1年が始まるっていう気がしますね。そうですね、うん、もう皆さんのねこの表情が、あの年を迎えて、うん、ね、すごくキラキラした表情が見えますけど、うん、どうですか、目崎さん、今神社の雰囲気など教えてください、うん、そうですね、人もかなりね、皆さんちゃんとあのソーシャルディスタンスをね取りながら参拝の方されてますし、今ね列はまだ参道のだいたい4分の3ぐらいかな、あの人がね並んでるんですけど、割と、まあ、やっぱりいつもに比べると人手はちょっと少ないかなっていう印象もあります、うん、ね、皆さん多分時間とかもずらしていただいてると思うので、うん、今年は ね、はい、はい、この後もあのご協力いただきたいこともありますが、その前にぜひ駐車場のことなども教えてください、はいはい、あのソウジャ神社なんですけれども、臨時の駐車場をご用意しております。あの車でも来ていただけますし、まだ徒歩でもね、あのお越しいただけますので、ただ風が本当に強かったり、ちょっと弱くなったり、日差しがすごく強くなったり、そう、ね、あの曇ったり、いろいろとね、あの変化してますので、防寒対策の方はしっかりとされた方が良さそうです。はい、はい、そして今年はあの新型コロナウイルス、またね感染症の観点もありまして、あの体調が優れない方や発熱症状のある方の参拝はご遠慮ください。また参拝の際はソーシャルディスタンスの確保とマスクの着用、また大きな声で会話をしないなど、皆様のご協力をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあちゃん、今年の干支、はい、年が変わって何でしょう。はい、今年の干支は牛ですね牛ですね。そうです、はい、牛なんです。牛ですよ。牛なんです。あの牛年の方は努力家でマイペースな方が多いそうです。あ、そうなんですね、はい、で今列並ばれてる皆さんの中に牛年の方いらっしゃいましたら手を挙げていただいてもいいですか。あ、いらっしゃいますね。 あ、いらっしゃいましたね。マイペースで努力家なんですねそう見えますよマスクをしてても伝わりますよ。で、伝わりますね、はいそしてですね、今日の番組内容をご紹介していこうと思うんですが、まずは、このソウジャ神社のゴンネギ中山さんにソウジャ神社について、また初詣などについて聞いていく予定となっています、はい、またもしタイミングが合えば参拝者の皆さんへもちょっとマイクを向けさせていただく可能性も多いにございますので、皆さん後ろに下がりましたね今ちょっと目をそらされた方が多いんですけれどもいきなりマイクを向ける可能性もありますのでよろしくお願いいたします、はい、そして今年も
タイミクジを引いてみようということで、また境内総社祭りの総社神社のお守りなども紹介していこうと思っています。はい、今日はね、なんとあーちゃんが先ほどギューと言っていただいた牛さんが遊びに来てくれていますので。そうなんです。牛にも私はインタビューを取らせていただこうと思っておりますので。本当に総社神社には皆さん牛が来てるんですよ。遠くの皆さん、もしかするともう少し前に来ると牛が見えますので、楽しみに待っててください。そう、もう少し、牛だけにもう少し、神奈の方ありがとうございますね。はい、さあ、というわけで放送は午後3時までとなっております。皆さんどうぞお付き合いください。そして昨年から人との関わりをなくすことが大事とされてきて、今年に入っても継続してきています。外出はできませんが、ラジオならどこでも聞ける。お家にいる方も、職場で仕事をしている方も、ぜひラジオモーデをお楽しみください。それでは新年最初の一曲をお届けしましょう。昨日のオンラインライブをもって活動を休止となりました。でもね、たくさんの感動を本当に与えてくださった、紅白でも歌われていたこの曲、皆様に幸あれ、嵐でハピネス。時刻は2時11分です。元旦の前橋シティ FM 恒例となっております、おはよう前橋カラーの元旦特別版、明けまして総社神社カラー。前橋市元総社町にあります総社神社の境内より生放送でお届けしています。さて、ここで総社神社のゴンネギの中山さんにお話を伺っていこうと思います。中山さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はお忙しいところありがとうございます。こんなにお忙しい中、早速なんですが、総社神社のことや初詣のことについていろいろとお聞きしていこうと思うんですけれども、あと私から質問をさせていただく前に、どうしてもこの今日ね、赤いコートのあーちゃんがどうしても聞きたいことがあるみたいなんで、一つ聞いてもらってもらっていいですか。あ、はい、大丈夫です。はい、中山さん、これ今から聞くことは私が聞きたいのではなくて、あれなんですよ、きっと小学生のみんなとかも聞きたいと思っていることなんで、いいですか。あ、はい、大丈夫です。そもそも、はい、ゴンネギって何ですか。ゴンネギというのは、神社でいう役職になります。あ、そうなんですね。なるほど。一般企業でいう社長、部長、課長といった役職があるように、はい、神社にも、宮司、ネギ、ゴンネギという、役職がございまして、そちらのゴンネギという役職をしております。そうなんですね。中山さんはその役職のゴンネギという。そうですね。パッて聞くとね、キツネとネギっていうイメージがこう出てきちゃうんですけどそうではなくて、ちゃんと役職がそうですね、ってことでしたね。はい、失礼いたしました。では中山さん、ゴンネギについてありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、お分かりいただけましたでしょうか。まあ、宮司を補佐するようなそんな役職になりますかね。そうですね。はい、いつも宮司を支えていただいている中山さんです。そして中山さん、今日はなんと初めてここの総社神社にいらっしゃるという、今年は。正月が初めてということで。はい、正月が初めて。はい、そうなんですね。そうなんです。こんな正月初めて来てラジオに。本当ですよ、目崎さん。では改めてこの総社神社っていうのはどんな神社なんでしょうか。ご紹介を お願いいたします。はい、当社はですね、創建、紀元前50年頃、今から2071年前にですね、2071年、はい、第10代崇神天皇の御子、豊木彦の御事という、神様が、はい、東国平定のためにこの地に、お越しになりまして、その時に、必勝祈願をしたことが始まりと言われております。はあ、すごい。このね、もう本当に前橋と聞くと結構総社神社にやっぱり初詣に行くっていう方が本当に多くて、もうね、本当にその前橋の神社といえば、ね、総社神社とね呼ばれておりますけれども、三が日は人出は毎年どのくらい。そうですね、はい、大体約10万人の、参拝者の方々にお参りをいただいております。すごいですね。ね、でも今年も本当にね、こんなの中ですけれども、皆さんちゃんとね対策をされて、
ね、参拝に来られている方もいらっしゃいますしね。では中山さん、本当に私毎年初詣に行くと、あれなんか どうしたらいいんだっけな、参拝、あれ参拝の仕方ってって言っていつも前の人を見て、わかりますあそうだと思ってやるんですが、はい、今一度ここで参拝の仕方などを教えてください。今ね、はい、参拝を待ってる方もいらっしゃいますので。そうですね、はい、参考になりますね、はい、とまず、ちっちゃの、作法になるんですけども、こちらまず、神社のお宮の前に行っていただきまして、はい、まず軽く神様にご挨拶をしていただきます。一礼ですね。そうで、あ、軽くで大丈夫です、ね、あ軽くで、はい、はい、でその後に、深いお辞儀を2回していただきます。はい、で、深い2回お辞儀が2回終わりましたら、柏で手を2回叩いていただきます。はい、で最後に深いお辞儀を一度していただきまして、最後に、また神様に軽く一度一礼をしていただきますと、これが本来の正しい作法になります。なるほど、ちょっとドキッとしてしまいましたね。今までやってたのは合ってたのかという、うん、ちょっとね皆さん、今からね参拝される方、もう一度ちょっとおさらいしましょう、ね、まず神様に、まあ、軽く一礼ですね。軽く一礼、はい、そこから正式な、お作法になりまして、軽深いお辞儀を2度していただきます。深いお辞儀を2度、はい、深いお辞儀を2回で、柏で手を2回叩いていただきます。で、叩き終わりましたら、最後に深いお辞儀を一度していただきます。でこちらで作法は終わりなんですけども、一応神様に、終わりましたというご挨拶で一度さ軽く会釈をしていただくという形になります。はい、皆さん大丈夫ですか？参拝の方法大丈夫でしょうか？安心しましたね。よくシミュレーションしながら向かってください。はい、はい、ありがとうございました。中から先ほども、ね、聞こえてきたんですけれども、太鼓の音などが、はい、本殿から聞こえてくるんですけれども、はい、これは何を一体されているんですか？太鼓の音はですね、ご祈願、ご祈願の、はい、開始の合図と終わりの合図になります。あ、そうなんですね、はい、中山さんもされるんですか？そうですね、されしますので。しますね、されますね、はい、はい、ありがとうございます。では毎年初もこういう元旦になりますと、あ今年は厄年ってなんだっけっていう言葉を必ず聞くんですけれども、そしてみんな気にしている厄年の発表をここで、はい、まあされてるんですけどね、改めてそうですね、お願いします、はい、お願いします。はい、そうしますと男性の方になるんですが、男性の方ですと昭和55年42歳の方と平成9年25歳の方になります。はい、女性の方は平成元年33歳の方と平成15年の19歳の方になります。はい、ありがとうございます。皆さん確認できましたか？うんうんとうなずいてる方いらっしゃいますね。はい、厄年が分かって、あじゃあ私は今年本厄、またその前の前後で前厄後厄とあると思うんですけれども、はい、いつまでに厄除けはした方がいいんでしょうか？そうですね、お正月から、2月の節分の前までにお参りをしていただければと思いますので、はい、2月3日までに。そうですね、はい、お参りの方をして厄除けの方を皆さんお願いいたします。では私からの質問は以上となりますので、では先ほどゴンネギを聞いた私あーちゃんの方からもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、初詣以外の利用はどのようなものがありますか？まあ、そうですね、お宮参りとか、まあ少し前の時期ですと七五三、そういった、1年を通して行っておりますので、こちらもお受けをいただければと思っております。ありがとうございます。また総社神社でおすすめの行事や授与品などお守りですねなどはありますか？そうですね、行事でいきますと、今月6日、午後2時から、水的式という神事ですね、はい、と、15日に、通が湯と、おきずみ神事というのがございまして、はい、こちら水的の方は、今年1年の降水量を占う神事になります。で、おつつが湯と住み置き神事というのは今年の豊作を占う神事となっておりますので、はい、こちらも特殊な神事となっております。
毎年行われていることですものね。そうです ね、あのラジオ局の方でもね、この情報は結構いつも毎年お伝えさせていただくんですけど、これで降水量とか、あと今年の出来栄えなどもチェックできるということですね。はい、ありがとうございます。そしてタイミクジがこちら有名ということですけど、タイミクジについてもぜひ教えてください。そうですね、タイミクジも、また例年通りみんな、頒布しておるんですけども、あの今年からタイミクジと、並びまして、あゆみくじというものを、今年、ま、今日からですね頒布しております。で、あのタイミクジの隣に置いてあるんですけども、ごめんなさい、タイミクジじゃなくて何ミクジですか？アユミクジです。アユミクジ、はい、それはお魚のアユで合ってますか？そうですね、アユが魚辺に占うというのでアユミクジというの。アユなんですか？はい、タイミクジと今回今年からアユミクジが。そうですね。あ、そうでしたか。またタイミクジとアユミクジの違いあります？特にそうですよね、占いに違いも何もないですよね皆さんねじゃ あのタイミクジでも OK ですし、あゆみくじでもいいということで。そうですね、多分毎年来られてる方も、え、あゆみくじがあるのって思われてる方もいらっしゃると思うので、ぜひ皆さん引いてみてください、はい、ありがとうございます、はい、それでは最後に、今並ばれてる参拝者の方、そしてラジオをお聞きのリスナーの皆さんに、中山さんの方から一言メッセージがありましたらお願いいたします。はい、当社は、神津家の国総鎮守として、全ての、神様をお祭りする、お社でございます。こちら本日もですね、今年も、総社神社をご参拝いただき、本年も、より良い年に、お過ごしいただきますようお参りをいただければと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。ではこの時間は総社神社のゴンネギの中山さんにお越しいただきお話を伺いました。中山さん、本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ました。それではあーちゃん、続きまして、はい、私先ほど牛さんにもインタビューをしたいということを言ってたじゃないですかそうですね、私の近くにいるんですよ。いるんですね、はい、じゃあすいません、中山さん、ちょっと私たち牛の方に行ってきますので、お仕事頑張ってください。ありがとうございましたあら、なんとここに牛さんがいるんですよ。いますね、はい、ちょっとインタビューとかをしてみようと思いますできるものならどうぞ。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。目崎さん、見てください、皆さんのこの表情かわいい。でもちょっとなんか緊張されてるみたいで、やっぱちょっと寒いし、ちょっとね、言葉がちょっと出てこなくて、ちょっとどうしようかななんて思ってるみたいなんですけどね。牛さんが、牛の模型です、そちら。え、牛の模型です、目崎さん。あ、本当だ。ちゃんちゃんという形で大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございましたこれをこの人をやりたかったみたいなので、皆さんお気付き合いありがとうございました。いや、もう本当にここにはね、すっごく可愛い牛さんに来てもらってるんですよ。そうそう、でも本当に目崎さんが間違っちゃうぐらい本物そっくりで、これね、本当にこれ誰が作ったんだろうな、誰が作ったんでしょうね、うん、あー、なんかちょっとこう牛を作りそうなお顔されてる方がいますね。もう牛を作って何十年みたいなお顔の方がいらっしゃいますので、ちょっと声かけてみます。マイク近づけてみますよ。はい、お願いします。こんにちは。あ、こんにちは。何ですか？あ、海外の方でしょうか？いや、この町の生まれだすごい聞きなじみのある、ラジオのリスナーさんは特に聞きなじみのあるお声なんですけれども、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか？はい、この辺に住んでるじいさんです古仙、はい、ちゃん、早く来てください、はいはい、いいですよ、そんな茶番はいいんですよさあ、というわけで、今回はですね、前橋シティ FM おへん前橋からの月曜日と金曜日を担当しています前橋市出身の古仙古仙吉弘さんにお越しいただきました。古仙ちゃん、よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。お願いします。さあ、古仙ちゃん、はいはい、すごい本物のような立派な牛ですけど、うん、こちら説明お願いしてもいいですか？はい、これはね、去年ね、うちに来た牛なんだよね。わー、もう本当に目がね、すっごく可愛くて、これ何でできてるんでしたっけ？目はね、牛乳瓶の蓋でできてる。
あ、そうなんですか。そう、これね、某牛乳屋さんに頼まれてね、うん、イベント用にちょっと作っちゃったんだけど。すごい。これね、何を目的で作ったんでしたっけ。これね、なんかちょっと牛乳屋さんがイベント用に搾乳乳搾りの体験が実際にできるという、うん、うん、本当だ。そう、ね、皆さん見えます。うん、本物の、そう、ちょっと下かがんでもらうと、子牛にミルクをあげる用の牛乳瓶じゃない、哺乳瓶からちょっとね、おっぱいを取って、うん、すごい、うん、20リットルのタンクについてるんですよ。4つついてる。あ、すごい、本当にタンクが、ちゃんと絞らないとミルク出てこない。あ、じゃあ触れる。はい、うん、牛さん失礼します。あそこあそこって。あ、すごい。私実際に本物の牛さんのね、うん、乳搾りしたことあるんですけど、うん、あ、でもちょっとかなり近い近い。あ、でも牛さんもっと柔らかかったかもしれない。でもそこはちょっとね、すごくしっかりされてる、うん、すごいものでして、ここで皆さんが小さいお友達とかもこう乳搾り体験をしてたってことですか。そうです。そう、へえ、すごい。結構ね、ちっちゃい子がね、順番待ちして並んで、うん、うん、今日はここで一緒に写真とかも撮って大丈夫ですよね。そうですね、自由に、やった、撮影でもなんでも、はい、もう一度言った方がいいかもしれません、うん、皆さんが、うん、この牛さんなんだろうとは見るんですけど、近寄っていいものかどうなのかっていうところで。そうなんですよね。今回この来年が、今年が牛年ということで、確かね、コセンちゃんが牛持ってたよなと思って声掛けさせてもらって、今年ここにお披露目になりましたので。なかなか虫持ってないからね、うん、虫持ってる人いないですよ。いないですよね。そう、ここはどなたでも写真撮っていただいて大丈夫ですので、はい、ぜひここで写真の方で、またね、壊さない程度でしたら、ちょっと下のところも触って大丈夫ですか。どんなになってるんかな、ね、うん、そうですね、しっかりしてますので、うん、見てもらってと思いますので。はい、ということで、なんとね、私は本物の牛かと思っちゃうくらい本当によくできた牛。これはね、いや、でも本当に本物に、ね、見えますし、それは言っちゃダメです。でも本当に牛年にぴったりな、ね、模型で、コセンちゃんありがとうございました。コセンちゃんありがとうございました。では、ここで一曲お届けしていこうと思うんですけれども、うん、せっかくなのでコセンちゃんから一曲お届けしてもらおうと思います。はい、今日持ってきた曲はね、はい、トライセラトップスっていうバンドの曲で、はい、なんだっけ、 Going to the Moon っていう曲なんですよ。はい、これね、じいちゃんが最近ハマって見てるね、朝顔っていうドラマの朝顔役やってる、うん、ジュリちゃんね、上野ジュリちゃん、上野ジュリちゃんの旦那さんがボーカルで歌ってますね。本当の旦那さんの方ね。はい、わ、はい、かりました。じゃあその曲をお聴きいただきましょう。お願いします。お願いします。さあ、時刻は2時31分を回りました。ここ前橋市元総茶町にあります総茶神社の境内より、前橋シティ FM おはよう前橋カラーの元旦特別版、明けまして総茶神社カラーをお送りしております。担当は私、あーちゃんこと磯日彩香と、私、目崎のぞみでお送りしています。さあ、番組も後半に入りましたが、先ほどはね、中山さんにお話を伺ったり、そして、あ、古仙じいちゃんのそうですね、牛飼いの牛飼いのね、はい、牛をね、皆さんに紹介できましたが、はい、ちょっとね、向かっていきましょう、奥の方に。はい、私たちは今、境内向かって右側のお守りが、間違えた、おみくじがたくさん並んでいるところに来ています。来ていますね、うん、さあ、ここはタイみくじと、先ほど中山さんが教えてくれた今年から始まったあゆみくじ、こちらにチャレンジしていこうと思い、場所を移動してまいりました。はい、そうなんです。さあ、今ね、前に、はい、大きな声で釣ってる方、お兄さんがいますけど、すごい、お兄さん2個引いてる。1個でお願いします。1個がいいんじゃないですか。欲張ってはいけませんね、お兄さん。あ、お兄さん、おめでとうございます。すごい、あゆとタイと
今回あの2種類あるということなんですけど、はいはい、あの私去年はねここでタイミクジ引かせてもらったので、うん、今日はあーちゃんからどうぞ楽しく引いてみてください。いいんですか、私いいです実は初めてタイミクジを引きます、うん、はい、ではすごい、まず皆さん見た目からね、あの初めて知る方もいらっしゃると思いますので、うん、タイはですね本当に黒と赤と金のタイ3種類がいまして、うん、はい、手のひらサイズのタイがいっぱいいます、はい、でこれが竿ですかね、釣り竿です、釣り竿を持ちまして、じゃあ量1体300円になりますので、300円払いましょう、300円払いましょう、ありがとうございます、先輩に払っていただく私のお金ですよはい、それでは300円を払いまして釣り竿で行きましょう。狙えるんかなこれ、難しい、結構難しい、でもこう取りやすいように赤いこう口がきちんと出ております、タイのねところに1年安泰って書いてありますね。でも私今赤のタイが取りやすそうなんですけど、うん、今年はちょっと金運を上げたくて金色のタイをね狙いたいですね。はい。あーでもあこちらにしましょう。取れるかな。あヨーヨーみたいな感覚ですね。あ釣れました。じゃああーちゃんマイク持ってるので、はい、このタイをぜひ中を開けてみてください。いいんですか。いいですよ。では釣り竿から、このタイが袋の中に入ってまして、ちょうどねタイの尻尾の部分に占いのこのおみくじの結果が入っています。今あーちゃんが中身を取り出しているところです。無事にあーちゃんは金色のタイを釣り上げることができて嬉しそうなんですけど、問題は中身ですおっと、それでは私あーちゃんは今年の運勢は何でしょうか。何でしょうか。実は私おみくじで今日も引いたことあるんですよ。大吉も引いたことがあって逆にあんまり真ん中を引かないんですよね、中吉とか。じゃあ3、2、1大吉です。あおめでとう嬉しい、すごい泣きそうになってる。拍手ありがとうございます。私大吉、これ大吉合ってますよね。大吉で合ってます、大吉です。2年連続大吉です。すごい。ちょっと中読んでみましょうよ。はい、目崎さん代わりに何かこうあるものがあれば、願い事はどうですか。願い事は改め変えてすれば望み事叶え喜び多しと。すごい。待ち人はどうですか。待ち人ということは恋愛ということでしょう ね、 そうですね。来る頼りあり。うわ嬉しいですね。今ちょっとアイドル活動もしておりますので卒業したらね、あ恋愛一線を越えるなとアイドルですからね、一線を越えないように気をつけたいと思います。気をつけてください。嬉しいですね。すごい。あでも本当にあの中身は皆さん見たことがあるようなおみくじになっておりますので、うんはい、ぜひ皆さんタイミクジ引いてみてください。はい、引いてみてください。さあそして目崎さん、はい、今年から始まったあゆみくじ、なんかタイよりもすごくなんだろう、細長いって言ったらいいのかな、うん、細長いです。細長くて赤なんだろう、水色、ピンク、緑、金色、結構いろんな種類がいて、これはさっきのタイよりも難しい。難しいですね。するの難しいから私もあのガサッといきます。行ってください。あ、アユの方は皆さん難しいですよ。 あ、でも一気に釣れました。 あ、M ウェブカラーの緑色でした。あ、いいですね、ナイスチョイスですよ。じゃあこれをすぐに開けていきたいと思います。はい、お願いします。あ、あのなぜアユかと言いますと、皆さんアユの漢字を思い浮かべてください。魚辺に右側はそうです、占うですよね。なのでアユミクジがあるそうです。勝負運、恋愛成就、試験、入試合格等々いろいろあるそうですよ。さあ目崎さん、今年の運勢どうでしょうか。ちなみに私ここで去年引いたタイミクジは大吉だったんですよ。はい、待ってください、それだと私のこの喜びが還元されるから言わないでくださいよ大吉だったんですけど、お今年はじゃん末吉です。
よっしゃ。なんて書いてありますか。末吉か。いいじゃないですか、末吉だって。なくしたものが出にくい。他には恋愛諦めなさい。恋愛諦めなさい。目崎さん今おいくつですか。この間前橋市の30代のね同窓会の実行委をやったぐらいですから。そうなんです、やったばっかりなので、ちょっと今諦めることはちょっとできないんですけど。でも諦めなさいって出ちゃったよ。どうしよう。諦めないで交換する。おみくじ絶対嫌です。はい、というわけでぜひ皆さん、こちらにはですね、タイミクジ、そしてあゆみくじ、今年から始まりましたあゆみくじ、どちらも300円で、できますので、ぜひ皆さん、やってみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、そして、はい、このここで1曲、はい、曲の方に移りましょうか。移りましょう。今回私あーちゃんがセレクトさせていただきました。はい、はい、私も大好きな、大好きね。どちらかというとそのアイドルの子たちよりもプロデューサーの JY パクさんも好きなんですけど。そうなんです。でもいいよね。うん、ペンダント欲しいなと思いますけどね。はい、というわけで続いてお送りする曲はこの曲です。NiziU で Make You Happy。時刻は午後2時43分です。先ほどですね、あゆみくじとたいみくじで盛り上がりましたけれども、あーちゃん、はい、目崎さん、恋人の結果何でしたっけ。諦めなさい。そんなおみくじ見たことないんですけど。私見たことないよ。諦めなさいですか。30代でそれはちょっときついきついですけどね。もう私心折れたまま残りまで行きそうです。はい、いやいや持ってますよ、持ってますよ。そうですか。なかなか引けることではないですから。じゃあ気を取り直して、はい、放送に参りたいと思います。参りましょう。さあ先ほどはね、たいみくじとあゆみくじ引いたんですけれども、総社神社に他にもたくさんの種類のおみくじがありますので、ぜひ皆さん自分の気になるおみくじぜひ引いてみてください。そして総社神社にはあーちゃん、はい、パワースポットと、そうなんですよね、そう呼ばれているところがあるんですよね。今皆さんが並んでいます参道から本殿の後ろにある稲荷社というところがあります。そこには願掛け狐というお稲荷さんに自分の願い事を書き込んで稲荷社に納めることで、なんと願い事が叶うかもしれないというものなんですね。黄色い狐に、あ、間違えた、白い狐に願い事を書いて稲荷社に納めるんですけれども、はい、ここね、さっき見てきたんだよね。そうなんですよ。結構面白いことが書いてあって。ありましたね。そう、人のね名前が書いてあって、仲直りできますようにとか。しかもそれが1体ではなく2体に書かれてて、すごいその方と仲直りをしたいんだなっていうふうに思いましたね。そうそう、あとはね結構スポーツに多いものもあってね、プロテスト合格とかありましたね。うん、結構ねお子さんのこう運動スポーツがうまくいきますようにというようなものがねちょっと多いなというイメージでした。はい、はい、ここは販布料1回300円でできますので、そちらもぜひ行ってみてください。またこの稲荷社の向かって左側にはこのパワースポットと言われるゆえんがあるんです。そうですね、はい、ちょうど本殿から北西の位置にあるんですけれども、大きな木があります。ちょうど私たちからは今見えないんですけれども、うん、そこには大きな木があって、中がくぐれるぐらい大きな穴が実は木なのに開いてるんですよね。これ昔雷が落ちたんですが倒れずに立っているというとっても神聖な木となっています。本当に行くとびっくりしますので、はい、初めて見る方はきっと衝撃を受けますね。はい、で特に稲荷社からその木を見るともう穴がね本当にぽっかりと開いてるので、はい、何これっていうね、ちょっと衝撃を受けました、うん、先ほど。なので皆さんぜひ参拝の後はそのままね帰ってしまうのではなくて、ぜひその参道の後ろの部分ところにもぜひお立ち寄りいただければと思います。ぜひ行ってみてください。はい、それでは、はい、パワースポットの話もできたということで、はい、先ほどタイミクジあゆみくじを引きました。右手側にありますちょっとお守り、お札を売っている場所に移動していきましょうかね。はい、ここにはねたくさんのお守りが売っていますので、ありますね。まだねお守りを見てないよっていう方のために、私あーちゃんが
ちょっと先にご紹介をさせていただきたいなと思います。ではどれがどれ、あ、本当にたくさんある、ありますね、うん、逆にちょっと難しいですがどれを紹介しようかということで、あ、私これにしましょう。最初びっくりしたのが、うん、あのペット用のお守りがあるの皆さんご存知ですか。本当だ、ペット守りだ。ペット守りがあるんですね。ね、こちらは動物を守るためのお守りで合ってますか。合ってますか、はい、ありがとうございます。すごい可愛いワンちゃんの、ね、すごい、そんなのもあるんだ。肉球のお守りになっていたりとか、うん、他には群馬県のゆるキャラといったら皆さん何でしょうか。宣伝部長の群馬ちゃんですね。はい、あれ、あ、こっちでした、こっちでした、はい、群馬ちゃんのうまくいくお守り、うん、あります。これ私実はですね、うん、持ってまして、あら、ずっと車につけてるんですけど、本当に運転がうまくいきました。無事故です。はい、素晴らしい、はい、うまくいってますね。うまくいってます。群馬ちゃんにメモられて、はい、他にも皆さん、スポーツに、ね、うん、対するお守りとかがあって、あのバスケット部の人とかいますかね、野球部の方とか、うん、そういうスポーツのね、上手になるお守りっていうんですかね、上達お守りがあったりとか、あとは総社神社お守り、はい、実はこれ総社神社の全ての神様が入ったと言われる最強のお守りですね。ありがとうございます。皆さん困った際にはもうね、これなら間違いない、うん、総社神社お守りぜひお手に取っていただきたいなと思います。はい、そして目崎さん、はい、あのエマも、そうそう、エマもねあるんですよね。はい、エマは、はい、エマはもっと右に向かいますね。あ、ありました。あららら、かわいい。学業成就、試験合格、あとは開運の牛が書かれているエマもありますね。ありますね。すごい、皆さんちゃんとね、うん、結ぶべき場所にぜひ結んでいただきたいなと思います。はい、そして販売のお時間のご案内です。はい、本日はですね午後6時です。本日の販売時間は午後6時となっておりますので、よろしくお願いいたします。そして先ほどね紹介した他にもたくさんのお守りが本日も販売されておりますので、ぜひこちらの需要所にもお立ち寄りください。はい、それではあーちゃん、ここで今日最後の一曲をお届けしていきましょう。いきましょう。はい、レコード大賞といえばもう去年はもう本当にこの曲でしたね。そうですね、もちろんあの曲ですね。リサでグレンゲ。そっちかい。さあ時刻は2時53分を回っています。前橋市元総社町の総社神社の境内から前橋シティ FM 明けまして総社神社カラーをお届けしてまいります。私たちは M ウェーブのブースにさあ戻ってまいりました。はい、目崎さん今日いろいろ回りましたけどいかがでしたか。いや、すごかったですね。なんかおみくじを引いたり、またゴンネギの中山さんにお話を聞いたり、はい、参拝の、ね、方にも毎、ね、こう参拝の仕方を、ね、教えてもらったり、また厄年のちょっと話もさせてもらいました。ちょっと振り返りますと、女性は平成元年生まれの方と、男性が昭和55年生まれの方が今年翻訳ということで紹介いただきましたので、で、はい、厄払いは2月3日までにということでしたので、うん、ぜひ自分がその年に回りだなとなっている方はぜひ厄払いお願いいたします。お願いいたします。はい、さあというわけで、午後2時からお届けしました明けまして総社神社から、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。あっという間にですね。うん、今最後でございますので、目崎さん、はい、振り返ってみて今年はどんな年にしていきたいですか。はい、そうですね、本当に去年はちょうどこの1月の終わり頃からね、マスクをし始めて、もうね、マスクが当たり前の生活になってしまいましたけれども、ラジオは本当に全然変わらず、はい、皆さんの耳があれば、ね、届けることができるということを本当に再確認できた年でもあったので、今年も引き続きラジオから皆さんのお耳に届ける情報をたくさん発信していきたいと思います。ありがとうございます。はい、あーちゃんは去年と今年
どうでしたか、ちょっと去年簡単に振り返ってもらって。そうですね、うん、やはりこうラジオがゲストの方をお呼びすることができない状況が多かったんですけど、でもやはりこうリモートとかをつなぐとお話もできたりするので、うん、ラジオっていろんなやり方でたくさんの方とつながれるんだなってことをね、学びました、うん、なので、今年は牛だけにもっとたくさんの人に出会えるように、そして自分のスケジュールもギュギュッとギュッと詰められるそんな一年にしていきたいなと思います。赤木団の活動とかはどうだったんですか。あ、そうですね、私アイドル活動させてもらってるんですけど、うん、赤木団はありがたいことに、うん、野外の方で、はい、たくさんさせていただきました、うん、ね、ただここからも群馬県を元気にするために群馬特措として頑張っていきますので、うん、そちらの応援もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あーちゃんはね、もういつもね毎日アイドルの活動と一緒にこのラジオも、ね、はい、担当してるんですけれども、この番組今流しているこの放送している番組はあーちゃんがメインパーソナリティをしていますおはよう前橋からの出張版としてお届けしてまして、今年も放送ができて本当に良かった。本当に良かったです。もう今朝新年一発目の放送を無事に迎えられたんですけど、ね、本当にリスナーの皆さんのおかげでございます、毎朝平日ですね朝7時25分から生放送しておりますので、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。はい、ぜひ聞いてください。 84.5MHz にそうですね、いただければ聞けますのでお願いします、はい、そしてもしもねこう845が電波がね届かないよって方がいましたら、はい、リスンラジオという無料のアプリケーションで聞くことができますので、ぜひ皆さんリスラジで検索お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで2時からお送りしてまいりました、明けましてソウジャ神社から、今年もここ前橋市元ソウジャ町のソウジャ神社の境内から生放送で無事にお届けすることができました、はい、今年もあなたをラジオに夢中にさせる番組をお届けしていきます。ぜひ 84.5MHz Mwave の各番組をお耳のお供にしていただけたら嬉しいです。そして参拝中の皆さん、リスナーの皆さん、1時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。この1年が笑顔であふれる年になりますように。この番組の担当は私あーちゃんこと磯日彩香と目崎のぞみでお送りしてまいりました。今年も1年よろしくお願いします。さようなら。お客様に特別なひとときを、私たちは感謝の心とともに、いつの時代も皆様が最高の笑顔になれるひとときをご提供いたします。笑顔は宝、ドリームエポックカンパニー。地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。明けましておめでとうございます。柳瀬高崎支店です。昨年は多くの方に格別のご厚配を賜り、誠にありがとうございました。本年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。柳瀬高崎支店では1月9日土曜日から1月10日日曜日にメルセデス新春フェア2021を開催いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。スーパーマーケット鶴屋が前橋市九電町東にオープン。新鮮爽やかハーモニー鶴屋。スーパーマーケット鶴屋が3時をお知らせします。